プロジェクトグーテンベルク、プロジェクトグーテンベルク、プロジェクトグーテンベルク。略称 PG は、著者の死後一定期間が経過し、アメリカ著作権法下で著作権の切れた名作などの全文を電子化して、インターネット上で公開するという計画。1971年創始であり、最も歴史ある、電子図書館。印刷の父、ヨハネス・グーテンベルクの名を冠し。 人類に対する貢献を目指している。プロジェクトグーテンベルクはマイケル・ S ・ハートによって1971年に創始された。当時イリノイ大学の学生であったハートは学内の材料研究所にある大型汎用コンピュータ、ジロクスジグマ V a のアクセス権を得た。管理者が親切であったおかげで実質的に無制限な当時の価値で100万ドルとも1000万ドル相当とも 算出されているコンピュータ時間を利用できるアカウントをもらった。ハートは何か大きな価値があると思われることをして、この贈り物にお返しをしたかったのだ、と述べたことがある。このコンピュータはたまたま後にインターネットに発展するコンピュータネットワークの15個のノードの一つであった。ハートはコンピュータが一般人にも扱えるようになる時代が来ると信じ、 文学作品を電子的な形で自由に利用できるようにしようと決めた。たまたまカバンの中にはアメリカ独立宣言の冊子があったので、これがプロジェクトグーテンベルクの最初の電子テキストになった。プロジェクトの名前は15世紀に印刷革命を起こしたドイツ人ヨハネスグーテンベルクによりハートが名付けた。1990年代の中頃までハートは イリノイ州のベネディクティン大学で運営をしていた。より多くのボランティアがこの活動に参加するようになったが、スキャナや OCR ソフトが発展して広く利用できるようになるまでは大部分のテキストが手作業で入力されていた。後にカーネギーメロン大学がプロジェクトの財政管理を承諾した。電子テキストの量が増えると、ハートが行っていたプロジェクトの日常業務まで ボランティアが引き継ぐようになった。2000年に法的な事柄に対処するため NPO 法人プロジェクトグーテンベルグリテラリー・アルシーブ・ファンデーション・インクがミシシッピ州に設立された。寄付金が税金控除の対象となる。長年プロジェクトのボランティアをしてきたグレゴリー・ニュービーが法人の初代 CEO になった。同じく2000年。 チャールズ・フランクスがディストリビューテッド・プラフリーダースというスキャンされたテキストの構成をインターネットを通じてたくさんのボランティアに任せることができるウェブサイトを作った。この試みによりプロジェクト・グーテンベルクに追加されるテキストの量や種類は増し、同時に新しくボランティアを始めやすくなった。イタリア人のボランティアピートの DI ミセリが最初に プロジェクトグーテンベルクのウェブサイトの作成、管理を行い、プロジェクトのオンラインカタログの整備を始めた。10年、1994年から2004年の間に、プロジェクトのウェブページは多数の賞を獲得。しばしば最高のウェブサイトリストに乗り、本プロジェクトの認知度上昇に貢献した。2004年に始まったオンラインカタログの刷新は、 プロジェクトグーテンベルクのコンテンツの閲覧やアクセス、リンクをより容易にした。現在、プロジェクトグーテンベルクは、ノースカロライナ大学チャペルヒル校のアイビブリオ内に、ホストされている。2006年8月時点の公表では、プロジェクトグーテンベルクが収集したテキストは19000点を超え、週に平均50以上の新しい電子書籍が追加されている。これらは、 ほとんど西洋文化圏の文学作品である。小説や詩、擬曲といった文学作品だけでなく、マニュアルや参考書、雑誌の類も収集の対象である。少量ではあるが、音声ファイルや楽譜といった非文書ファイルも所蔵されている。大部分は英語のテキストだが、他の言語のテキストも非常に多い。2006年8月現在、英語以外で特に多いのは、 順にフランス語、ドイツ語、フィンランド語、オランダ語、スペイン語のテキストである。テキストは可能な限りプレーンテキストの状態で提供される。文字コードは主に US ASCII であるが、拡張して ISO-8859 から1を使うことも多々ある。他のファイル形式での公開もよく、ボランティアによる投稿には HTML 形式が 最もよく利用される。PDF のような編集が難しい形式は、プロジェクトグーテンベルクの目標に合致しないと一般に、められているが、何点か収集に加えられているものもある。XML を使用すべきかとの議論が何年も続けられているが、進展は遅い。2004年にマイケルハートが出した声明によれば、プロジェクトグーテンベルクの使命は単純だ。 電子書籍の作成と配布を推進すること。プロジェクトのスローガンは、無学、無教養の書きを取り壊す。というのも、多くのボランティアは、ちょうど公共図書館が20世紀初頭に始めたように、遺産として引き継がれてきた文芸の教養と鑑賞を、継続して大衆に広めることを目的としているからで、ある。プロジェクトグーテンベルクは、一極集中を意図的に避けている。 例えば、どんなテキストが加えられるべきかということについて、ポリシーを持たない。代わりに、命名のボランティアが、自分自身が関心を持っていること、提供できることを行っているのである。収集したテキストは長く保存することを意図しているので、局所的なアクシデントであれば、損失を防げるようにしてある。保存を確実に実行するため、収集作品全体は、 定期的にバックアップが取られ、いくつもの異なる地域にあるサーバにミラーリングされる。プロジェクトグーテンベルクは、アメリカ著作権法に基づく、電子書籍の状態確認に慎重である。テキストは、著作権の確認を受けた場合のみアーカイブに加えられ、確認の記録は、後から参照できるように保管される。他のいくつかの電子図書館プロジェクトとは異なり、 プロジェクトグーテンベルクは公表するテキストに対して新たな著作権を主張しない。代わりに自由に複製、配布することを奨励している。プロジェクト内の大半の書籍はアメリカ著作権法の下、パブリックドメインで配布されている。プロジェクトグーテンベルクの商標を使用する場合、各電子書籍に付随する法律文書によってテキストの利用にいくつかの制限。 改変後の配布や商用利用などに対するものが加えられる。ヘッダを削って商標を使用しない場合はパブリックドメインのテキストは制限なしに利用することができる。著作権者の許可を受けて配布しているテキストもある。これらのテキストは著作権者が特に定めた制限に従う。1998年ソニー坊の著作権延長法によって アメリカでの著作権の保護期間が20年に延長された。これにより、延長期間20年分のアメリカの作品は、パブリックドメインとみなされなくなり、プロジェクトに加えられることはなくなった。これらの追加が再開されるのは1923年、発表作品の保護期間満了後の2019年1月1日以降となる。提携プロジェクト同士は、 理念を共有してはいるが独立した組織でプロジェクトグーテンベルグの商標の使用を許可されている。特定の国や言語に焦点を当てたものが多い。他にプロジェクトグーテンベルグでが、グーテンベルグの名前の使用を許可されたが理念上の違いのために定型プロジェクトとみなされないこともある。プロジェクトグーテンベルグでは公開物に新たな著作権を加え、 web 版へのアクセスを制限している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。